ビルヘルム・カイテル、ビルヘルム・ボーデウィン・ヨハン・グスタフ・カイテル、ビルヘルム・ボドウィン・ヨハン、グスターベ・カイテル、1882年9月22日から1946年10月16日は、ドイツの軍人。第二次世界大戦中に、国防軍最高司令部、奥井総長を務め、総統アドルフ・ヒトラーを側近くで補佐した。終戦時にはソ連に対する降伏文書に、 ドイツ軍を代表して調印した。戦後、ニュルンベルク裁判で死刑判決を受けて軽視した。陸軍における最終階級は減衰。1882年、ブラウンシュバイク広告ハルツ産地ヘルムシェローで、現在は、バート・ワンダースハイムに併合されているに出生。父は小規模な農場を所持していた地主カール・カイテル。母はその妻アポロニア。 弟に、ボーデビン・カイテルがいる。弟も後に軍人となり、カイテルの引き立てで1938年から1942年まで、ドイツ陸軍人事部長を務めることになる。少年時代は、家族から離れて、ゲッティンゲンのギムナジウムに学んだ。同校を卒業後、父親の命令で軍人の道を進むこととなった。学校を経ずして、1901年3月に、 ボルフェンビュッテルとして入隊した。1902年8月に上位に昇進するとともに、広告の首都ブラウンシュバイクのキングとなる。同地で摂政の宮廷舞踏会などに招かれるようになり、将来を約束された軍人となっていく。非常に真面目で、ギャンブルもせず、浮いた噂の一つもないと言われていた。野戦砲兵学校や、軍事乗馬学校を出た後、 1908年には、所属する第46野戦砲兵連隊の連隊長副官となった。1909年に、ハノーファーの資産家の地主の娘、リーザ・フォンテーン、リサ・フォンテーンと結婚。カイテル夫妻は6時を設けた。第1次世界大戦が開戦した際には、第46砲兵連隊長副官の注意だった。カイテルの連隊は、西部先生に動員された。 カイテルは、榴弾の破片で戦勝を負い、二級鉄十字章と一級鉄十字章、そして戦勝賞黒章を受章した。この第一次世界大戦初期の戦闘の参加は、カイテルの生涯で唯一の実戦経験である。病院を退院した後、1915年3月から参謀本部に配属となる。本部内では、事務能力を高く認められて、 1917年には、ドイツ陸軍の歴史の中で最年少の参謀本部主席将校となった。またこの参謀本部勤務時代に4歳年長のベルナー・ホンブロンベルク少佐、当時と親しくなった。第一次世界大戦の敗戦後、義勇軍の活動に参加。また、ベルサイユ条約によって、総人員10万人、将校は4000人にまで制限された。 バイマル共和国軍の将校に選び残された。彼の事務能力の高さが伺われる。バイマル共和国軍ではまず第1旅団参謀、ついで1920年から1922年まで、ハノオハーの騎兵学校の戦術教官となる。さらに1922年から1925年に、かけて、ボルフェンビュッテルで第6砲兵連隊下の第7中隊長を務めた。 バイマル共和国軍は、ベルサイユ条約で参謀本部を置くことを禁止されていたが、兵務局、トラパン AMT と名前を偽装して、事実上参謀本部を復活させた。カイテルもこの兵務局に配属となり、1925年から1927年には、兵務局の部署の一つ教育部、T4 部に配属され、東部国境守備隊の教育と軍備を担当した。 ついで1927年から1929年にかけて民伝で第六砲兵連隊令下の第二大隊長を務めた。1929年10月には兵務局に戻り陸軍編成部長に就任した。カイテルはベルサイユ条約により様々な制限が課せられていたドイツ軍の軍閣の逃げ道を模索した。武装民兵集団の国境警備隊に 大量の武器を提供して、名目上軍の武器にならぬようにしたり、スペインオランダスウェーデンなど、比較的中立的かつ生産設備が整った、外国で航空機や戦車 U ボートの建造を行った。ソ連とも関係を深めようとした。ソ連で軍事演習を行わせ、また1931年には、カイテル自身がソ連を訪問している。共産主義の偉大さを見せつけるために、 ソ連側が一方的に設定したコルフォーズドのツアーコースを回されるだけであったが、カイテルは共産主義に感化されたところがかなりあったらしく、後にもう少しでボルシェビキになって帰ってくるところだったなどと語っていい。カイテルは国家社会主義ドイツ労働者等が1933年に政権を獲得するまではそれに一切関わっていない。 むしろ増長一スの突撃隊、SA をいまいましくさえ思い、アドルフ・ヒトラーを、オーボラブキアローと呼んで馬鹿にしていた。しかし1933年1月30日に、自由選挙の末に、ヒトラー内閣が成立し、カイテルの親友ブロンベルクが、ヒトラー内閣の国防相に任命され、さらに1933年7月には、 バート・ライヘンヒルで開かれた突撃指導者大会でカイテル自身がヒトラーと会見を持つ機会があり、徐々にヒトラーに浸水するようになった。ただしナチ党には最後まで入党していない。1933年10月に編成部長の職を離職し、1934年4月に少々に昇進するとともにポツダムの師団の師団長代理となった。 1934年10月にはブレーメンに派遣され第22師団の編成に当たった。ドイツがベルサイユ条約を一方的に破棄して再軍備を始めた年にあたる1935年の10月1日には国防軍部の部長に就任した。国防軍部は国土防衛、対外防衛を軍需経済の各化を保有する国防省の最重要部署であった。 カイテルのメモによるとこの人事は陸軍総司令官ベルナーフォン・フリッチュのブロンベルクへの許によるという。以降ヒトラーとブロンベルクの下で急速に昇進する。1936年1月には中将に昇進し、1937年には砲兵大将となった。ブロンベルクとカイテルはゲシタポとも連携して政治的に信用できないものを国防軍から次々と追放していき、 軍のナチ化を進めた。1938年1月、カイテルの息子、カール・ハインツ・カイテルとブロンベルクの娘、ドロテイ・フォン、ブロンベルクが結婚することとなったが、2月にはヒトラーは、スキャンダルを利用して、ブロンベル国防省と、陸軍総司令官、ベルナー・フォン・フリッチを解任した、ブロンベルク非免事件。さらに、後継の国防大臣を任命せず、 直接国防三軍を指揮すると宣言した。このために国防軍最高司令部屋を,を設けられ国防軍最高司令部総長にカイテルを任じた。国防軍最高司令部は旧国防省の任務をほぼ受け継いでおりカイテルの職位は国務大臣に同意ではあるが軍指揮権は持たない事務職であった。また合わせて国防軍最高司令部の陸軍への支配力を 高める意味から、カイテルの弟であるボーデンウィン・カイテル将が、陸軍人事部長に任命されている。1938年11月には、上級大将に昇進している。ドイツ国防軍に、国家社会主義思想を徹底させることに励むカイテルは、かつて皇帝の軍隊の参謀本部将校だったにも、かかわらず、皇帝への忠誠心をあっさり法律で、 1939年1月27日の旧ドイツ皇帝ビルヘルム二世の誕生日記念式典にも軍部は一切参加してはならないと言命した。1939年4月にはナチ党員でないにもかかわらず、チェコスロバキア併合の際の新軍の包装として黄金ナチ党員バッジを授与された。カイテルは同僚からドイツ語のおべっか使いをもじったラカイテルと呼ばれたり、 始終頭を縦に振る、おもちゃのロバを刺す、ニヒゲゼルとも呼ばれた。ヒトラーは、後年カイテルについて、映画館の案内係程度の頭の持ち主と評し、これを聞いた、ある将校が、では、なぜそのような人物を、ドイツ国防軍の最高位に認じたのですかと聞くと、ヒトラーは、それは、あの男が犬のように忠実だからだと答えたという。当時、 カイテルの副官だった将校の証言によると、ヒトラーを交えた作戦会議では常に総統閣下のおっしゃる通り、総統閣下、あなたは史上最高の軍事指導者です。総統が過ちを犯されるはずはいなどと口癖のように話していたという。ちなみに国防軍最高司令部作戦部長、アルフレート・ヨードル上級大将はカイテルの軍事センスのなさを見抜き、 作戦上の詳細は一切伝えず、大枠のみ伝えていたという。ただし、実務能力は高かったため、統制の取れにくかった国防軍を短期間で一つにまとめるという功績を残している。1939年9月1日にドイツ国防軍によるポーランド侵攻が開始され、イギリスとフランスがドイツに戦線を布告し、第二次世界大戦が勃発した。 ポーランド進行は主に陸軍総司令官、バルター・ホン・ブラウヒッチュの陸軍総司令部が中心となって作戦指導しており、カイテルの国防軍最高司令部の役割は二次的なものだった。しかしポーランド進行後、カイテルの元には、新衛隊のアインザッツグルペンの虐殺に関する報告書が積み上がった。国防軍情報部部長、ビルヘルム・カナリス・提督もカイテルに、 アインザツグルッペンに関する苦情を申し立てたが、カイテルは、国防軍がこうした虐殺に、関与しなくていいようにするためには、新衛隊とゲシュタポが隣にいることを許可するしかないと、回答したという。ヒトラーは1939年冬のうちにも、対フランス戦を開始するつもりだったが、カイテルは、陸軍総司令官、ブラウヒッチュの兵に休息を取らせる必要があるという、意見を入れて、 1939年冬の軍事行動に反対し、ヒトラーと激しい抗論をした。カイテルは、ヒトラーの罵倒に激怒して、前線の部隊の指揮に回してほしいと求めたが、ヒトラーの説得で思いとどまったという。結局後になってヒトラーは1939年冬のフランス攻撃を諦めた。1940年春の北欧侵攻では、陸軍、海軍、 空軍の共同作戦が重要とされて、カイテルの国防軍最高司令部が主導することとなった。特に作戦本部長、アルフレート・ヨードルが活躍し、ドイツ軍は対北欧戦に完全勝利を収めた。以降ヨードルはヒトラーの戦略アドバイザーとしての役割を敗戦まで担い続けた。1940年5月からの対フランス戦では、ドイツ軍が連戦連勝を重ね、 大国フランスをわずか6週間で下した。1940年6月21日から6月22日にかけてパリ郊外のコンピエニュにおいて客車第一次大戦時にドイツが休戦協定を結ぶ際に使用された休戦の客車でドイツとフランスの休戦協定の交渉が行われた。カイテルはこの調印式にドイツ軍代表として出席し、フランス軍代表 シャルル・アンチ・ジェール将軍に対して、この車両において、ドイツ民族受難の時が始まった。一民族に与えうる最大の不名誉と屈辱が始まった。人間としての苦しみ、物質的な苦しみがここから始まったのだ。その世界大戦終結より25年の時を経た1939年9月3日に、イギリスとフランスは、またしても、何の根拠もなく、ドイツに戦線を布告た。 今や武力による決着はつけられた。フランスは倒されたのである。と宣言し、フランスに休戦協定の締結を調印させた。カイテルは、この復讐劇に大変満足し、後に、この瞬間を、我が軍隊生活最高の時と語った。1940年7月19日に元帥に、劣勢られる。戦場で指揮を取ったわけでもないカイテルが、 減水に調されたことに一部で反対の声も上がったが大きな戦争の中で減水号の連発されるのも許されるムードだった。カイテルはイギリスを倒す前にソ連と戦争をすることには反対の立場であった。外相ヨアヒム・フォンディッペントロップと組んでヒトラーにヨシフ・スターリンと協議の場を持つことを提案してる。しかしヒトラーに相手にされることはなかった。 それにもかかわらず1941年末にモスクワ攻略が失敗した際にはカイテルがヒトラーからすさまじい叱責を受けカイテルが自殺しそうになったとアルフレート・ヨードルは後に証言している。1941年12月7日には夜と霧の布告に復唱した。この布告ではドイツ占領軍当局に反抗する者は軍法会議による判決が下されなかったならば 親族への通知なしに、ドイツの強制収容所へと急おれることになった。この法令によってフランスだけでも7000人を超える、レジスタンスと目された人物が、痕跡も残さず、姿を消した。また1941年10月にはゲリラに、対処するための、報復に関する命令、ソ連の政治将校に対処するための、政治委員に関する命令、に署名し、 1942年10月18日には、破壊工作員などに対処する目の、コマンドに関する指令に署名した。スターリングラードの戦い以降、ドイツの戦況が悪化してくると、ヒトラーが、死守命令を連発するようになる。撤退許可を求める者に対してはヒトラーが、政治的な理由で却下し、その後ヒトラーは、国防軍最高司令部総長、書いてる元帥に話を振り、 カイテルも自分の意見を持たない無駄なおしゃべり、フランツ・ハルダーをして、結局相当と同じ結論を出すのが、ドイツの戦本部の日常の姿となっていった。ドイツの戦況がさらに悪化しても、カイテルの主人への追従ぶりは変わらなかった。むしろさらに追従を強めていった。国防軍最高司令部の会議で部下の将校が、ヒトラーの死死命令に変わる。 新たな戦術を考えることを提案しただけで、カイテルは、敗北主義者がこの場にいる資格はないと絶叫して、黙らせた。1943年1月には、ナチ党官房長、マルティン・ボルマンと、首相官房長官、ハンス・ハイン・リヒラ・マースと共に、総統へ取り継ぐかどうかを決めるための機関として、3人、委員会、ドリマナー・コリーガムズを創設している。 1944年7月20日のヒトラー暗殺未遂事件の際には爆発現場に居合わせた。カイテルが真っ先に、我が相当ご無事ですかと叫びながらヒトラーに駆け寄り、ヒトラーを抱きかかえて外へ連れ出している。その後、陰謀に関与した軍人は、軍法会議ではなく、反逆罪を裁くローラント・フライスラーの人民法廷にかけるために、まず国防軍の名誉法廷、 にかけられることとなった。エルヴィン・ホンビッツ・レーベン・元帥ほか55人の軍人の軍籍が剥奪された。ゲルト・フォン・ルンとしてとハインツグ・デーリアンほかと並んで、カイテルも名誉法廷の構成員の一人として同僚の名誉剥奪に関与した。また7月24日にはカイテルは国防軍の全軍人に対して、敬礼は全て手を掲げるナチス式敬礼にするよう命じている。 1945年1月末には、将兵の行動に関する規定に署名し、撤退命令を出す将校は、敗北主義者として、即決裁判で、死刑、必要ならばその場で即座に殺害して良いこととした。脱走兵の親族に連帯責任を取らせる命令も出した。1945年5月に、ヒトラーの自殺を知ると、ヒトラーの遺言により、 大統領兼国防軍総司令官となったカール・デーニッツ海軍元帥のフレンスブルク政府の元に参じた。5月7日、アルフレート・ヨードル上級大将がアイゼンハワーの司令部において降伏文書に署名を行った。5月8日にヨードルが戻ってくると、カイテルはデーニッツの命を受けてソ連との急戦況締結のためにヨードルとアイゼンハワーの間の条約案を持って、 英軍輸送機でベルリンへ向かった。市内のの公平学校において降伏文書の批准措置を行った。カイテル元帥は国防軍最高司令部総長として降伏文書批准のための署名を行った海軍代表ハンスイコールゲオルクホンフリーデブルク提督空軍代表ハンスイコールユルゲンシュトムプフ上級大も副賞を行っている。現在、カイテルが 幸福文書の署名を行った建物はになり、独祖線、ベルリン攻防戦や幸福式の資料が展示されている。カイペルは、他のフレンスブルク政府の面々より一足早く、5月13日にアメリカ軍の捕虜となっている、公認の国防軍最高司令部総長にはヨードルが就任した。大物捕虜が集められていたルクセンブルクバーとモンドルフのホテルを使って作られた。 収容所に送られた。自分が戦犯として裁判にかけられる予定であることを知ったカイテルは自己言語のために他の戦友を犠牲にすることは止めようと決意し5月15日に国防軍最高司令部に宛ててこの戦友仲間から永遠に別れることは辛い。戦争捕虜である私は戦犯としての判決に直面している。私のただ一つの願いは私の かつての部下たちが私と同じ運命を免れることに、ある。私の軍人としての履歴は終わった。私の生涯も、結末を前にしている。と書いている。しかしその願いも虚しく、5月23日には、デーニッツ、ヨードルラタのフレンスブルク政府の面々も、連合軍によって逮捕されて、モンドルフに送られてきた。 彼らや一足早く送られてきていたゲーリングと共に8月中旬までモンドルフで過ごした。この間、ロバート・ジャクソンらによって、帰ってるたちを裁くための訴求法、ロンドン検証が急遽制された。犯罪の定義、法廷の構成、訴訟手続き、刑罰などがこれにより定められた。8月中旬に他の被告らと共にニュルンベルク裁判にかけるために、 ニュルンベルク刑務所へ移送された。この移送の際に、バート・モンドルフ、ついでニュルンベルクでも刑務所長を務めるアメリカ大佐、バートン・ガンドラスによってヨードルと共に起立させられ、お前たちはもはや軍人ではない。犯罪者だ。と宣告されて、階級賞が剥ぎ取られた。カイテルは、第一起訴事項、侵略戦争の共同防御、第二起訴事項、平和に対する罪、 第三起訴事項、戦争犯罪、第四起訴事項、人道に対する罪と、すべての素因において起訴された。刑務所付き心理分析官、グスタフ・ギルバート博士に起訴上の感想を求められると、軍人にとって命令は命令であると述べた。追従者の顔は、この裁判の際にも見え、ヘルマン・ゲーリングが、他の被告に団結を求めた際、最も、 ゲーリングの支配を強く受けていた人物の一人がカイテルだったという。精神分析官ダグラスケリー少佐はこうしたカイテルの状態についてカイテルはすでに生きる目的を失ったかのようになっている。自殺の危険が最も高い被告だなどと書いている。1945年11月20日からニュルンベルク裁判が改定した。しかし、 ロンドン検証で犯罪とみなされた決定をヒトラーが公示したとき、カイテルはほとんど同席して、それに署名しているため、死刑は初めから決定しており、カイテルに対する反対尋問は世論を意識した、偽物に過ぎなかった。カイテルも反対尋問でそうした命令に署名した、こと自体には公弁しなかった。最終弁論は次のような罪を認めるニュアンスで言った。 私の弁護士は裁判中私に二つの基本的な問いかけをしました。第一の問いは、勝利した場合、あなたは自分がその成功に部分的に参加したことを拒否したでしょうか。それに私はこう答えました。いいえ、いたしません。私は確かにそれを誇りにしたでしょう。第二の問いは、あなたがもう一度同じ立場に立ったなら、あなたはどう振る舞うでしょうかでした。 私の答えは、こんな犯罪的方法の網の中に引き込まれるよりは、死を選ぶでしょうというもので、この二つの返答から、法廷はどうか私の判断を認識していただきたいのです。私は信じ、誤りを犯しましたし、阻止せねばならぬものを阻止することができませんでした。これは、私の罪です。私が軍人として示さなければならない最上のもの。 すなわち従順と忠誠とが認識せざる目的のために悪用されたと認めざるを得ないこと、そして軍人としての義務関水にも限界があることを知らなかったこと、これは悲劇であります。これは私の運命であります。今度の戦争自体の原因、災いに満ちた手段、恐るべき結果の明晰なる認識から、どうかドイツ国民にとって諸国民共同社会における 新たな未来への希望が生まれ育って欲しいと願うものであります。同様の趣旨の遺言も残している。2006年に新たに公開された遺言上では、ヒトラーに対する忠誠と裏切り者になることへの忌避が綴られていた。1946年10月1日、被告人全員に判決が言い渡された。まず被告人全員が揃った中、一人ずつ。 判決文が読み上げられた。カイテルの判決文は、カイテルはオーストリア侵攻計画、オットー計画、チェコスロバキア侵攻計画、緑の作戦、ポーランド侵攻計画、白の作戦、ソ連侵攻計画、バルバロッサ作戦の立案に関与していたとし、さらに1942年8月4日に、落下産兵部隊を SD に引き渡すべしとの布告を行ったこと。 ノルマンディ上陸作戦後に、コマンドに関する命令の再確認をして、範囲を拡張させたこと、1939年9月12日に、ユダヤ人とポーランド知識人は清掃されるべきと発言したこと、1941年9月16日に、東方におけるドイツ兵に対する攻撃は、ドイツ兵一人に対して、共産主義者50人から100人を死刑処するという、 手段によって対処されるべきとの指令を下したこと、1941年12月7日に、夜と霧の命令を布告したこと、1942年9月8日に、フランス・オランダ・ベルギーの市民を大西洋の壁で貸せるよう指令を下したことなどを、列挙した上で、以上の記録に直面して書いてるはこれらの行為に、対する彼の関与を否定していない。 むしろ彼の弁護人は彼が軍人だったという事実と検証八条が禁止する上層部の原則に頼っている。しかし原形の余地は全くない。このように衝撃的かつ広範囲にわたる犯罪を意識的かつ無慈悲的に遂行した場合、被告がたとえ一軍人であったとしても上官の命令であったという弁明は原形理由にはできないとして書いてを4つの 所因すべてで有罪とした。その後、個別に言い渡される、量刑判決でカイテルは、公子刑判決を受けた。公子刑判決を受けたとき、カイテルは、上官の命令でも受けるかのように軽くなずいた。カイテルは1946年10月5日に、判決は、刑罰として、私の死を求めていますが、私は次のごとき希望を表明して、 喜んで命を差し出したいと思います。その希望とはこの犠牲がドイツ国民の幸福、ドイツ国防軍の面積に死してほしいということです。私は銃による死を与えてもらいたいという願いを持つだけですとする探願書を提出したが、却下された。カイテルは死刑執行日まで解雇録を書いた。その中で1944年7月20日に、 ゴルフスシャンツェでヒトラーを狙った爆弾が爆発した時に英雄として死ぬことができていたらどんなに良かったか書いた。10月16日午前1時10分から自殺したヘルマン・ゲーリングを除く死刑囚10人の公死刑が順番に執行された。カイテルはヨアヒム・フォンディペントロップに次いで2番目に処刑された。カイテルは軍人らしく誇り高い態度で公主台に登った。 最後の言葉は全能の神に呼びかけます。どうかドイツ国民に憐れみを賜わらんことを、200万人以上の兵士が祖国のために死んでいきました。今、私は息子たちの後を追います。すべてに勝るドイツ。カイテルはなかなか説明せず、公式執行から死亡までに24分もかかった。自殺したゲーリングを含めてカイテルら11人の遺体は、 アメリカ軍のカメラマンによって撮影された。撮影後、木箱に入れられ、アメリカ軍の軍用トラックでミュンヘン郊外の墓地の火葬場へ運れ、そこで焼かれた。遺骨はイーザル川の支流コンベンツ川に流された。日本語文献、外国語文献、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。